からだっけ。この姿お茶目でやんちゃ、ちゃんと水分補給とか優等生にはない荒ぶる魅力が彼にはある。スペインではね、塩分足りてない時、中からだけじゃなくてね、外からもね、この塩でね吸収するの。見てて、こうやって。その感動を分かち合うアサヒビールと松田の提供でお送りします。なんでカリスマって呼ばれてるか、わかんないね。多分ね、誰よりもね、スペインのこと愛してるからじゃないかな。我々はカリスマの素顔を暴くべく、彼の持つスペイン語教室へ向かった。だから、おお、久しぶり、見てってよ。最初、彼の授業方法はカリスマらしくユニークそのものだ。生きてることに乾杯。いつも前向きに、ポジティブ、みんなの心を開く、アブリル、日本で一番有名なイニエスタ。彼は生徒の自主性を重んじるので、スペイン語をあえて一切話さない。話せないではなく、話さないだ。こちらがね、今日ちょっと生徒さんの中田義恵さん。まあカメラ慣れねしてないと思うけど、まあ緊張しないようにね。時折笑顔は見せるが、授業が進むにつれ、その表情は厳しいものになっていく。じゃあね、今からね、ちょっと宿題、スピーキングの宿題あったよね。あれやってもらうから、ちょっとじゃあ、よしこさん。緊張していたよしえさんこと、よしこさんの番だ。落胆の表情を隠しきれない。やっぱちょっとね、声小さいのと期待の裏返しだろうか。何言ってるかわかんない。もう一回言って。Ellos se enamoraron cuando tenían 10 años. Empezaron a tener amistad desde los 5 años. ああ、もうやめやめやめ。やはり聞き取れない。もうね、やっぱりね、初心者なのはわかるけど、もう少しね、文考えてきてやらないと、スペイン語の上達っていうのは絶対ないから、ちゃんともう一回。笑いながら怒る人間が一番怖いというのはこのことだね。次の宿題は作文書いてきたよね。ライティングの宿題をちょっと見ていこうと思います。先生、ちょっと携帯見ていいですか。メモって。いいよ。ありがとうございます。日本語で何が好きかという簡単な問いだ。ペン、はい、あとちょっと手見せてよ。手。彼は赤色を見ると興奮を隠すことができない。闘牛だ。じゃあまあね、テキストの15ページの宿題開いて。 x2 なぜ数学を教えているのだろうか。我々の想像を優に超えてくる自由奔放さ。これがカリスマだ。 x+75x。よしえさん、カリスマがある異変に気づく。よしえさん。よしえさんは我慢できず、大好物のアーモンドチョコレートを食べてしまった。よしえさん、授業中だからって食べちゃダメでしょ。スペインで許されると思う？そういうの。ショーンの説得むなしく、よしえさんの手は止まらない。幼少期にアーモンドチョコレートで何かあったのだろうか。ショーンもお手上げだ。まあいいよ、もうよしえさんも自習してて。よしえさんはアーモンドチョコレートの件以外は素直だ。よしえさん、もうこれ没収ね。もう授業中食べちゃダメだから。わかった。じゃあ、よしえさん、ちょっとね、自習やるんだけど、しっかり集中してやって。わかった？ OK。じゃあ、先生もちょっと、回転するか。なぜか、自身の動きも怪しくなる、ショーン氏。ちゃんとほら、ノートに向かって。食べた。
心なしか形がアーモンドチョコレートに似ている。ヨシエさんのつまみ食いに影響されたのだろうか。その素直さ、天真爛漫なところも彼の人気の秘訣なのかもしれない。じゃあ今日の授業はね、これまで。みんなありがとう。グラシアス。授業終了。ヨシエさんさ、今日の夜とかさ、空いてる？ちょっと食事とか。カリスマの表情がほぐれる。あ、じゃあ行こう。多忙でも生徒とのコミュニケーションは欠かさない。その表情にはトップの余裕さえ感じられた。もちろん食べるのはスペイン料理だ。決まった。授業の時とは一転、二人の笑顔が止まらない。我々は最後にスペイン語でインタビューしてみた。僕にとってスペイン語とは、普段はね、まあ人の前ではあんまりスペイン語っていうのは喋らないんですけど、まあ今日は特別にスペイン語でね、喋ろうと思います。発声練習だけいいですか？僕スペイン語を喋る前は発声練習いつもするんで。何やらよく喋るショーン氏声変えちゃうかもしれないんですけど、ちょっと発声練習します。シュールそのものだ。 OK です。 Fui a España a ver el fútbol。 スタッフ一同はその喋りに驚愕した。 Era mucho calor y hacía mucho frío。 No entiendo qué。疑っていたわけではないが、スタッフの疑念が一気に晴れた。これは本物だ。本物のペテン氏だ。